泣いても笑ってもね、君たちが自分たちのね、政治信条を外に向けて訴えることができるのは、これが最後ですからね。桜井としてやれるのはもう、これが本当の意味での最後ですから、ぜひね、君たちも自分たちがやりたいことがあるんだったら、言いたいことがあるんだったらね、堂々と立ち上がって、そしてね、ぜひね、まあ一緒に戦えとは言わないけれども、まあスタッフでも何でもいい、ボランティアスタッフでも何でもいいからね、入っていただいて、そして協力をしていただく。 もう今ね、すでに始まってるんですよ。もうポスティングもね、今日ね、1700枚撒いてくれたっていう話ですけれども、ポスターだってね、もう今もう発送も始まってる状態なんですよね。もう動き出してますのでね。できるんであればね、実際にね、6月20日のポスター貼りですね。まあこれ朝、朝ですね、代理の人がですね、都庁に行って、で、それで抽選するんですけど、その番号をですね、決まり次第皆さんに連絡が行きますので、一斉に、 張り出すっていう形ですね。いや、確かにね、ブラックリバー逮捕されて当然ですがな。いや、それだったらね、裏金で脱税やった自民党の議員も逮捕せえやっち話ですわな。でも、誰もね、逮捕されないでしょうに。5000万とかね、5億とか。で、何ですかあの、2回なんてね、200億とか言ってるんですよ。とんでもない額の金を、あんたしこたま溜め込んどいて、それ税務申告してないんですよ。で、言うにこと書いて、いや全部本を,本を買ったって言うんですよ。それすごいですわね。 日本一の本屋さんができちゃうよ、うん。もうね、めちゃくちゃなんですね、この国は。だからその国を立て直さなきゃいけないって言ってるんだけれども、この国っていうのは絶望しかないですよね。絶望しかない中でね、まあ少なくとも今回ね、できる限りやってみます、桜井も。で、その姿を見てね、若い人たちが発奮してくれればいいとは思ってるんですよ。年寄りはもうね、いい。ね <laughs> もう悪いけど、年寄りをね、救い上げるだけの力がもう桜には残ってないんですよ、うん。いつの時代もそうですけれども、歴史をね、変えていくのは常に若い人たちです。年寄りじゃないんです。明治のご一心なんていうのも、あれを引っ張っていったのは20代が中心ですよ。20代の人たちが中心で明治のご一心ってなんね、こうできてるわけですよね。 そのようにね、要は若いね、情熱っていうのがいつの時代も必要なんです。歴史を変えるときにはですね。まあさっきね、東横キッズの話をしましたけれどもね、もう夢や希望なんてありゃしないというですね。学校出てね、で大学に進んでも、奨学金借りるわけです。もう今あの、二分の一以上、だから半分以上の生徒が、こう、奨学金借りて大学に進むらしいんですけどもね。 でも、この人たちは分かってないんですけども、これ、奨学金っていう名前使ってるけど、学生ローンなんですね。まあ、借りたものを返すのは当たり前とはいえですね。これ、ローンなんですよ。意味が分かってないんですよ。だから、そのね、自分がこう、大学を卒業した瞬間からですね、400万、平均で400万、もう多分実際には、今現在もっと増えてるはずなんですけれども、400万円を20年かけて返してるわけですね。 まあだから今ね、22歳でその大学を卒業して、で会社に入って20年で400万円の借金を返すわけですね。ということは、もうその青春時代を過ぎてね、42歳のおっさんおばはんになってようやくですね、こう奨学金を返すっていう段階になってるわけですよ。こんなね、国に一体何の夢や希望を持つんだって話なんですよ。持てないでしょうに君たちだって。今の若い子たちの話してるわけですよ。 若い人たちは、これから日本を背負って立たなきゃいけないんだって言ってるのに、いきなりですね、400万だ。平均で、その400万円のね、お金を借りて、で、それを20年かけて返してるっていう状態なんですね。だから、本来だったらね、若い人が怒らなきゃいけないんだけれども、もう絶望しかないんですよ。22歳で、会社に入れりゃいいですよ、あんた。会社に本当に入れるのっていうですね。 こんなね、世界でどうやってね、これどうやってあんた希望を持てるんだって話なんですよ。だからこそね、だからこそ桜井がね、指針を示すっていうことで今回ね、都知事選に出てるんですけれども、いやだからね、あの、小池百合子にね、希望があるんだったら小池百合子一票入れたらええんですか何の希望があるんだか知らないけどね、都民が困窮してるんだって言ってるのに、まあ、今回のね、選挙、 ま、桜井にとってもね、自分の主張を皆さんに訴えるっていうのは、これが最後になります。最後になるんでね。ぜひね、皆さんね、お願いしたいんですよ。もういい加減君たちね、目覚ましてね。目覚まして、いい加減ね、泣いても笑ってもこれで最後なんだから。一日ぐらいね、なんとかなるでしょうに、ね。それをやってくれって言ってるんですよ。とにかくね、ぐちゃぐちゃ言っても始まりませんので。 もう6月20日までね、あと数えるばかりになりましたのでね。まあこのね、数えるばかりのね、6月20日。まあこれを迎えた後はね、皆さんもね、悔いのない戦いをしてほしいと思います。え都民がかわいそう。かわいそうでも何でもないですから、ね、自分たちで決めたんでしょう、ね。自分たちで一票を入れて、で、小池百合子を選んだ結果がですね、都民が苦しんでる中で、何ですか、プロジェクションマッピング なんかあの都庁をね、こうピカピカに光らしてですね、ほら皆さん、これで東京が光ったでしょっていうことでね、一回20億円でしたっけ ?18 億円か。一回18億円の都庁をピカピカにするというですね、本当にふざけ切ったですね、この女を選んだわけですね。ほんで、政策調整金でしたっけね、地方のね、地方自治体の、要は貯金ですがね。で、この貯金分2兆円を全部溶かしたのが、この小池百合子です。 人の金だと思って、まあ好き放題に使ってね。で、その使ったっていうのも、こいつが都知事の時に、東京中のですね、マスクとかですね、手術用の手袋なんかを全部送ったんですよ。だからそれをですね、今度は買わなきゃいけない。でも買うにしても、当然需要と供給のバランスがありますので、あの当時ね、もうみんな忘れてるでしょうけども、すさまじいほど値上がりしたんですよ。マスク一箱ね、1万円とかで売ってたんですよ。嘘だろうと思うけど、本当に売ってたんですよ、1万円で。 ろくでもないね、ことしかしてないんですよね、この女。もうね、終わってますがな、この国は。でもそれを選んだのは君たちなんだって言ってるんですよ。